はいそれではですね本日はこちら DJI オズモアクション3で今収録してるんですが DJI オズモアクション3のですね画質についてちょっとお話をしたいなと思うわけですねはいということでこちらのチャンネルではです、ね、カメラですね写真や動画等楽しんでおりますので一緒に楽しんでいただける方はぜひチャンネルのご登録をお願いしたいと思っておりますよろしくお願いいたしますということでですね本日は DJI オズモアクション3の まあ画質のとかお話をしたいなと思う前に一つですね。まああの昨日お話しした足のですね、火けの跡が腫れてしまって痛いっていうのが、まあどうやらその放火式炎っていうのかな、あの炎症を起こして、その一歩手前ぐらいまで来ていたということで、まあ私としてはしっかりとこう治療していてですね、早く歩けるように、歩けるようにっていうの頑張ってたんですけど、3週間ぐらいかな。 火けして立ってるのに、またさらにですね、痛い治療を機能されまして、していただきましてですね、まあ,あ、やっぱりとても痛くてですね、で、やっぱりこう、傷口っていじった後って、むくむんですよ、むくんだりだとか、こう、ちょっと痛みが増したりとか、炎症強くなるので、っていうのでですね、今朝はですね、まあ、また痛くて痛くて、とっても嫌な思いをしました。ということで、皆さん、北海道だとか、ヒーターだとか、 それこそ私のこう怪我した湯たんぽみたいなですねっていうのを気をつけてくださいね。この低温やけどとってもしつこいし嫌な怪我です。 はいということで、ちょっと余計なですねお話、1つ挟んだんですけど、1、はい、つ目なんですけど、この DJI オズモアクション3ですね、こちらですね、あの私、ここを撮影してみて、このアップデートされた後の画質っていうのは、ですねとっても向上してるなと今感じてるんですよ。というのを、ですねパソコンのですねあのスクリーンショットというかです、ね、スクリーンキャプチャーをして説明しましたので、まずそちらの動画をですね見ていただければと思います。 はいえっと、そうしましたらですね、先日別のですね解説に作った動画なんですけど、こちらでですね、ちょっと見ていただきたいことがあるんですけど、まあこれこ、私の動画がありまして、この時にですね、この髪の毛のところこういう風にアップして見ていただきたいんですよ。これがですね、以前の DJI Osmo a アクション3と比べてですね、とてもこのシャープな映像が出てると思うわけなんですね。で背景の方とかっていうのも、こういう風にですね、 これ私あのシャープネスの加工とかミッドトーンの調整すらしてない感じなんですよ。それでもこう電線とかっていうのも元の映像で見るとこういう感じなんですが、まあこれがその HDR 撮影モードでこのようになってる。なのでちょっとこの色の感じがおかしかったりとかもするんですけど、じゃあ他のですね映像だとどうかというところで、これが HDR 動画になるので、これがノーマルカラーモードですとどうなるか、このようにこう拡大していった時にですね、 このアップデートの前に比べて、やはりですね、だいぶ画質が向上していると私の目には見えるんですよ。こういうところがですね、なんか以前は曖昧に映っていたって言ったらいいのかな。このすだれのところとかわかりやすいかも。こういうところはですね、なんか潰れていて、こう、ぼやっとした映像な感じだったんですね。っていうのがですね、こう、シャープネスもしっかりとかかったような映像になったかなっていうふうに感じます。で、えっ、ー、と、こちらが D シネライクの画像になるんですけど、同じくですね、 こうちょっと色がですねディシネライクは載ってないので分かりにくいかもはしないんですけどこのようにですねこまカーですねちゃんと改造してくれていますこんな感じですねはいあのこのようにですねとてもですねまず画質の向上というのが今回のアップデートで見られたんじゃないかなと思いますねはい動画の方を見ていただきありがとうございましたもこのようにですねとってもこう精細感が出たっていうのかな。 絵がですね、変わったなって感じなんですよ。で、今もですね、この DJI Osmo Action3 の HDR 動画モードで撮影をしております。こちらが本当の HDR の方がどうなのかっていうのはちょっとまだ私も答え出てないので先延ばしなんですけど、この後ですね、試してみたいのがまあ2つほどまだありまして、1つがですね、設定を全く同じにして、この DJI Action2 ですね、とどれくらいですね、画質の違いがあるのかなっていうのを少し見てみたいんですよ。あえて 4K30 フレームのノーマルカラーモードにして、で、それでもう ボディ内のですね補正に任せてしまおうと思ってますねで今ちょうどですね正面から夕日が当たっておりましてで後ほどですねその夕日というところで10ビットと8ビットの DJI Osmo Action 3の画質の違いっていうのを簡単にですね見てみようと思っておりますでまずはなんですけどこの DJI Osmo Action 2と Action 3のですね画質をですねできるだけ同じ設定にして並べてですね画質の違いっていうの皆さんに見ていただきたいと思います はいただいまですね、DJI アクション2と DJI オズモアクション3をですね、ノーマルカラーモード 4K30 フレームで、まあえっと、4500K でですねホワイトバランスは固定して、他はオートでですね、撮影をしてみております。まあ、できるだけこうばらつきのないように、かつどういう処理をしているのかなっていうのを見てみたくて、同じようなですね感じにセッティングして、この辺にですね、比較検証の動画とさせていただいております。でですね、もうこの段階でなんですけど、液晶でですね、こう 全面液晶で今両方確認してるんですけど、その段階でもう画質がですね、この DJI o z m a x 3の o n は適正な画質だなという風に感じております。結構ですね、見え方違いますね。雲の感じだとか。というのが、このパソコンのですね画面になったらどういう風になるのかなっていうのを比較対象にしてですね、お話ししていきたいなと思いますね。で、音っていうのもですね、まあ、あの同じような設定にしてあるので、 このアクション2とアクション3を切り替えて画像の切り替えをこの後しながらですね皆さんに見ていただきたいなと思いますすねね、まあ、このようにでで、ね、とってもですね。 似たような、同じような機種であっても、このファームウェアのアップデートで劇的にですね、アクション3が変わったなという感じが私の中でありまして、もう別のアクションカムなんじゃないかなぐらい変わったと思っております。でですね、あの、一応念のためになんですけど、アクション2もですね、ファームウェアの確認、アップデートの確認をしたんですが、入っておりませんでして、現段階で、えっと、最高のですね、一番新しいファームウェアとなっております。 というのがですね、アップデートされていないので以前と変わらないって感じですね。ではですね、これでアクション2との比較っていうのをです、ね、終了したいと思います。はい、えっと、そうしましたらですね、次は8ビットと10ビットの画質の違いっていうのをちょっと見てみたいと思いますね。で今が 4K30 フレームのノーマルカラーのですね、まあ、画像の最適化というモードをオフにしているので8ビットになっております。これをですね、画像の最適化をオンにするとですね、それが 8bit から 10bit になるようなですねあの、ファイルのフォーマットを見た感じでは。というのをです、ね、これから切り替えてみたいと思います。はいではですね、こちらが画像の最適化をオンにした状態の 4K30 フレームノーマルカラーモードになっています。これがですね、どのように変わってくるのかっていうのを、まあ、パソコンのですねスクリーンショット上で、まあ、どういうふうに。 スクリーンキャプチャーをしてですねどういう風に変わっているのかというのを簡単なですねストレステストをしてみて皆さんに見ていただければなと思いますグラデーションのですね入り方とかに違いがあればなおですね明確に分かりやすいかなと思いますねでちょっと私、間違えてしまいましてこの1つ補足なんですがこれ同じようなですね撮影をしてたんですよ というのも、なぜそれを今、新たにやり直しているかというと、DC ネライクとノーマルカラーモードと、まあ、HDR 撮影モードっていうのを3つ撮影しまして、ノーマルカラーモードの方ですね、8ビットで収録してたと思ってたんですけど、この画像の最適化をオンにしておりまして、まあ、あの、ファイルをですね、見たら10ビットになっちゃってたんですよ。ということで、今回はちゃんと8ビットの方を採用するようにということで、気をつけてですね、このように収録しております。ではですね、動画の方を見てみてください。 はいではですね簡単になってしまうんですがどのようにこの8ビットと10ビットで違うかっていうのを見ていきましょうでですね一つちょっとお詫びなんですけど実はですねあの画像の最適化だと8ビットのままでしたなのであの先ほどまでの動画っていうのは要はノーマルカラーモードの画像の最適化がされてるのとされてないのの比較になりますでその後にですねこちらの,、まあの動画の方をですね拡大してその静止画からですね 動画を撮り直しましまたで、こちらが8ビットの先ほどの夕焼けでこちらが10ビットの夕焼けの画像になっておりましてこちらがノーマルカラーモードとこちらが D シネライクとなっておりますでそれを大体まあ似たような感じの色に合わせてですねこういうふうに比較してみようと思いましたまあなのでちょっとですね的確かどうかって言われると申し訳ないんですけど的確じゃないかもしれないんですがただ新たにこういうふうに動画を収録しましてグラデーションであったりだとかその綺麗に 色がですね、出ているかとかっていうのを見ることはできると思うのでこちらでですねちょっと検証していきたいと思いますでまずざっと見てこちらが8ビットの方なんですがもうこの段階で少しこう空の方のですね、ギザギザとした感じっていうのが出てますねであとこの手すりのところが青みがかっていたりとかちょっと違う感じですに対して大体いい色を合わせました D シネライクの方はそのギザギザとした感じが若干ですねなだらかであとこの下の部分ですねの色っていうのもなんですがこのようにちょっと 雰囲気が変わってます間の層ってています間のの層うかな空の真ん中の辺りの色っていうのが D シネライクの方がですね私の目には階調が豊かに見えますね。雲の感じ、空の感じでこの外の方に向かっていく色の落ち方とかっていう感じがですね自然かなと思いますね。でこちらにですねこの色相 VS 基動でですねストレスをかけた映像っていうのを準備してありますのでそちらをですねこの後オンにしていきます。でこちら8ビットの方の ストレスをかけた映像にしてみますと、はい、このようになりますね。で、これちょっと説明は後に回します。で、同じように10ビットの方は、このようになります。で、まあ、これで何が見えるかっていうことなんですが、私の目、私の感想とさせていただきます。こちらの方はですね、このだ、なんていうのかな、色のですね、差が少ないのであろうという感じで、 同じ色を抽出して同じようにこう加工しているのに範囲がこうまず広いんですね。で、に対してンビットの方というのはこう狭くなっています。で、しっかりとですね、その色を抽出してくれているのであろうというふうな感じがありますね。この範囲っていうのもこう狭くして、青の一番強いところに合わせてストレスをかけてみております、両方とも。で、あとはですね、こうギザギザとした感じと言いましたが、このですね、範囲をですね、若干こう広げていくと、 このようにになならかにはなるんですよっていうのが10ビットの方はどうかっていうのをこうまた試していくと10ビットの方がですねこう徐々に徐々にこういうふうに徐々に徐々に広がっていく感じが分かるかと思います。こちらもですね同じようにですね。に対してじゃあ8ビットの方がどうかっていうのを見ていただきたいんですがこちらですねこうカクカクっとこう段が。 階段を上り下りするような感じでこうカクカクっとしてるのが分かると思うんですよ。これがですね、その圧倒的に色情報の違いがあるんじゃないのかなというふうに思うわけなんですね。はい、このような感じで合わせて、こういう感じですね。 なので、やはり10ビットの方がですね、だいぶ色情報的には豊かなのかなと思いますが、またですね、これ私、たびたび、この皆さんにお話ししていこうと思うんですけど、8ビットと10ビットでどのように違うのかっていうのはですね、引き続きですね、検証していってみたいなと思います。このですね、明確な違いかって言われると、まあこの同じですね、全く同じ色合いにはできないのでという元になってしまうんですが、こうコピペしてもですね、 若干でですすね反応が違うんですよというところで同じデータではないっていうことだけは間違いないですね。で、じゃあその映像の色合いを変えていったりとかするとどうなるのかとかそういうのっていうのもですね、またですね、私この DC ネライクの映像っていうのも撮っていきたいと思いますし、ノーマルカラーモードも撮ってみてみたいと思うので、引き続き気づいたこととかあったらお話ししていきたいと思います。明らかにこの8ビットと10ビットでここまで違いますよっていうのはちょっとですね、これだけだとその会調、 こう変えていった時に若干なだらかな感じがする10ビットと若干こう階段のようにカクカクっとしているような8ビットみたいな違いが私の目では感じられましたという程度のですねお話となってしまいますがこちらでですね今回のご説明を終了したいと思います。<music> はい。えっと、動画の方を見ていただきありがとうございます。このようにですね、結構な違いってあるんじゃないのかなっていうふうに私は感じました。まあ、このですね、違いっていうのの差がですね、その、徐々に徐々にこのファームウェアのアップデートで良くなっていって、最後の方にはですね、とっても安定したいいアクションカムになるっていうのがこの DJI オズモシリーズの感じなんです、私の中では。初代オズモもアクション2もこの DJI オズモアクション3もですね、このアクション2もですね、当初に比べると熱停止とか本当に減りましたし、安定したいいアクションカム 今はなってると思うんですね。というのがですね、この最初のバージョンで残念な評価を受けちゃって、評価が下がるっていうのがですね、もったいないことだなっていうふうに思っているので、何かですね、こういい方向に私の方もこう皆さんにお伝えできないかなというところで、DJI オズモシリーズが好きな人間としてこういうふうに一つ一つですね、比較、検証というか、こういうふうになってますよというお話をできるといいなと思ってますね。はい、ということでですね、こちらのチャンネルではこのようにカメラですね、写真や動画。 他ですねアクションカムやホルドレンズやドローン等を楽しんでおります。一緒に楽しんでいっていただける方はぜひチャンネルのご登録お願いしたいと思っております。またですね、私の励みになりますので、グッドボタン、ぜひいただければと思いますね。で、コメント等で仲良くですね、コミュニケーションいただけますととても嬉しく思いますので、お待ちしております。というところで、本日のお話は終了したいと思います。まあ、このようにですね、アクションカムの比較っていうのも今後していきたいと思うんですけど、現在私の足ではですね、この屋上に登ってくるのがせい,ぜいな感じで、なかなかこう自由に動くことができないんですよ。 のであので、ちゃんと動けるようになったらですね、まあ、おそらくもうあと1週間もすれば結構回復してくると思うので、それでもちょっと回復してこなかったらちょっと困っちゃうので、<laughs> ということで、その動けるようになったらですね、インスタ 3601RS シリーズだとか、あとは GoPro Hero 11とかですね、そういったものと、このアップデートして生まれ変わったですね、DJI OZMA a c t i 3のですね、比較っていうのをしていってみたいなと思いますね。コメント等もこういただいておりましてこうう、こういうものと比較してくださいとか、もし要望があったらですね、私のできる範囲でなってしまうんですけど、 コメントいただいた内容からこうできるものっていうのを選んでですね、皆さんに見ていただけるように動画の撮影っていうのをしていきたいと思っております。このですね、今使っていて思っているのが、この HDR 撮影モードっていうのは、まあ仮になんですけど、疑似的な HDR であってもなんですが、とてもですね、こう収録するときに後々にこう映像の編集をする。 っていうのは少しでも少なくなるっていうのは日々の運用でおいてとても便利なのでまあ、本当またですねこのメインのアクションカムに帰り咲きそうだなとか思ってますインスタ 360X3 がですねとても完成度高いんですけど今回高画質のやった DJI オズモアクション3っていうのがまた印象変わってくるかもしれないのでその辺っていうのもですね使っていって私の素直な感想っていうの皆さんにお伝えできればなと思っておりますねはいということで最後までご視聴いただき本当にいつもありがとうございます今ですねお日様がですね地平線からだいぶですね半分ぐらいこう埋まってきまして 私の顔色とかもちょっと変わってきてるかなと思います。今、太陽ちょっと直視しちゃって、d j i o z m a シ i o n 3の,この画面が見えないんですけど、まあ、ということでですね、終了したいと思います。それでは失礼いたします。バイバーイ。